どうも、かずきでーす。さて、この間まで風切り音がすごかったの、すごかったじゃないですか。急にそういう話始まりますけど。このマイクにね、なんていうの、こう、スポンジをつけてなかったんですよ。ちっちゃいやつが、さ、前買ったんだけど、どっか行っちゃって。で、今ちょっとつけて走ってるんですけど、どうですかね、この聞こえ方。どうですかね。で、なんかね、今日はちょっと適当に市内をぶらりつしてますけど、また懲りない懲りないで、ちょっとね、クラッチケーブルの話をしたいんですよ。クラッチケーブルのね、でこの間なんか頼んだって言ったじゃないですか、37インチの長さのやつを。そんで来たんですよ。来てね、いざつけようと思ったらね、なんか短いなと思ったんですよ。あー、でも当てがやればそこそこ長いやつなのかなと思って、で開けて、開けて前にこれを外したんだ、外して、もう信じ込んじゃったからね。まあアメリカ製品なんですけど、これを外していざつけようとした時に、あれ、なんか長さ同じっぽくねと思って、むしろ短くねと思って一回つけたんですよ。そしたらもっと突っ張ってて、あれと思って、よく袋を見たら、袋のナンバーあったら37、あれ、それだ、この感じ、袋のはちょっと破いちゃったんで、あの最初の方見えてないですけど、下3桁ね、これこのやつね、で来たやつの下3桁がこれ違うんですよ。袋と中身が違うんですよ。と思って、そんな長さ違うのねと思って、でこの来たやつの長さ調べても出てこないんですよ。どっから来たみたいな。あーと思って、それで買ったところに連絡して、したら返品交換してもらえるかもしれないということで、ね、今返品しました、この間。で、ね、正式なものが届くことを祈っています。19,000円、ああ2万弱してるからね。ちょっとね、こればっかりはね、結構高いものなんで。まあこの取り外しの仕方は覚えたんで、次からスムーズにできるかなと思う感じです。新しいの口からまた取り付け動画を撮れたら撮りたいと思いますので、その時は見てください。参考にはなる、一人で撮影しながらちょっと難しかったんで、ちょっと飛び飛びの動画になってしまうかもしれない、知らないですが、神々です。その時はご了承くださいませ。そんなこんなで走ってますけど、もうね、ちょっと乗っただけで満足する。僕も長距離はいけないかもしれない。もうちょっとでいいわ。ボビーと車輪の行き来ぐらいで楽しくなっちゃったよ。株も楽しいんでね。ハーレーももちろん楽しいんですけど、ハンドルは最高すぎるんですけどね。何回も言ってるけど、めっちゃかっこいいぐらいですか、本当。自画自賛ですよ、本当に。自画自賛、すげえな、すげえ色の車だな。古いね。そうやって悩んでる時が一番楽しいんですけどね、カスタマーね。まあ当たり前のこと言ってますけど。そうじゃないですか、皆さん。つけたらつけたで次はどういじろうかなっていう感じになってくるじゃないですか。それが楽しいですよね、ハーレーはね。最近株もね、ちょこちょここう、アクセサリー的、カスタムというか、アクセサリー的なところをこう赤くしていってるんですけどね。まだこうナンバープレートのところ、ボルトとか、そういうところをちょっと安いの注文したんで、そろそろ届くかと思うんですけど、そっちもちょっと楽しみですね。まあ、財布に優しいのは株ですね。風車ってとこに行くけど、お蕎麦がうまいみたいよ。わかんないけど。適当。これね、クラッチケーブルがね、スーパースだよ、これ。これ早急に買いたいんだけどね。ハマってないしね、これ。よし、いっか。
今日はねクラッチケーブルだな、中身と袋が違うものが届いた、袋と中身が違うものが届いたっていう動画でしたね。どういう動画だ。皆さんも気をつけてくださいね、海外製品を買うときは。これでね今日の動画終わりにしたいと思います。最後までカミカミですいません。それではご視聴ありがとうございました。力入りすぎました。ではそれでは皆さんね、また会う日まで、また会う日までっておかしいか。では最後の挨拶いきますよ。それではワニワニー。